雷獣。雷獣とは、落雷と共に現れると言われる日本の妖怪。東日本を中心とする日本各地に伝説が残されており、江戸時代の随筆や近代の民族資料にも名が多く見られる。一説には、平家物語において、源のよりまさに退治された妖怪、ヌエは、実は雷獣であるとも言われる。明治時代に近代化が進んで、 以来、雷獣は、カッパや人魚といった、妖怪、幻獣に比べると知名度が低下したものの、江戸時代には雷獣の知名度は非常に高かった。航空技術のない当時の人々にとって、空とは全くの未知の世界であり、空の上がどうなっているかはあれこれと想像を巡らせるしかなかったため、空の上にはまだ知られていない生物が住み、それが、 落雷などの天変地異によって地上に落下するものと考えられ、雷獣の伝承が生まれたと言われている。雷獣の外見的特徴をごく簡単にまとめると、体長2尺前後、約60センチメートルの子犬、または狸に似て、尾が7、8寸、約21から24センチメートル、鋭い爪を有する動物と言われるが、詳細な姿形や特徴は、 文献や伝承によって様々に語られている。極帝馬琴の著書、玄道方言では、形は、狼のようで前足が二本、後ろ足が四本あるとされ、尻尾が二股に分かれた姿で描かれている、画像三章。天保時代の知史、春国雑誌によれば、駿河国益頭郡、花沢村、高草山、現、静岡県藤枝田市に住んでいた来住は、 全長2尺、約60センチメートル余りで、いたちに類するものとされ、猫のようでもあったという。全身に薄赤く黒みがかった体毛が乱生し、髪は薄黒に栗色の毛が混じり、真っ黒の斑があって長く、目は円形で、耳は小さく、ネズミに似ており、指は前足に4本、後足に1本ずつあって水かきもあり、爪は鋭く内側に曲がり、尾はかなり長かったという。 激しい雷雨の日に雲に乗って空を飛び、誤って墜落するときは激しい勢いで木を裂き、人を害したという。江戸時代の辞書、枠虫よりに、記述のある、新州、現、長野県の羅獣は、灰色の子犬のような獣で、頭が長く、狐より太い音足のように、鋭い爪を持っていたという。長野の雷獣は、天保時代の古書、品の気象録にも記述があり、 同書によれば、縦品山、長野の縦品山は、雷獣が住むので、雷だけともいい、その雷獣は、子犬のような姿で、無事なに似た、体毛、足のように鋭い五本の爪を持ち、冬は穴を奪って土中に入るために千年もぐらとも、言うとある。江戸時代の随筆、北左段では、下屋国からす山（現、栃木県那須からすや市の羅獣は、イタチより大きなネズミのようで、 四本足の爪は、とても鋭いとある。夏の時期、山のあちこちに自然に開いた穴から雷獣が首を出して、空を見ており、自分が乗れる雲を見つけるとたちまち雲に飛び移るが、その時は必ず雷が鳴るという。江戸中期の越後国、現、新潟県についての百科全書、越後内い世論によれば、安永時代に、松城という武家に落雷とともに、 獣が落ちたので捕獲すると、形、大きさともに、猫のようで、体毛は縁のある灰色で、日中には、黄茶色で金色に輝き、腹部は逆向きに毛が生え、毛の先は二気に分かれていた。天気の良い日は眠るらしく、頭を下げ、逆に風雨の日は元気になった。捉えることができたのは、天から落ちた時に足を痛めたためであり、傷が治癒してから解放したという。 江戸時代の随筆、神田皇筆にある羅獣は、狸に類するものとされている。古紙伝でも、秋田にいたという羅獣は、狸ほどの大きさとあり、体毛は、狸よりも長くて黒かったとある。また、いつ、現、神奈川県大仙の羅獣が、明和2年、1765年10月25日という、日付の書かれた画に残されているが、これも狸のような姿をしている。 江戸時代の国学者、山岡松明による、辞典、類樹名物校によれば、江戸のサメが橋で、泉や吉五郎という者が来獣を、鉄網の籠で飼っていたという。全体は、もぐらかむじな、花咲はイノシシ、腹はイタチに似ており、蛇、ケラ、カエル、クモを食べたという。共和元年、1801年7月21日の、 欧州合図の古い戸に落ちてきたという羅獣は、鋭い牙と水かきのある四本足を持つ姿で描かれた画が残されており、体長一尺五、六寸、約四十六センチメートルと記されている。今日は二年、1802年に、琵琶湖の畜部島の近くに落ちてきたという羅獣も、同様に、鋭い牙と水かきのある四本足を持つ画が残されており、体長二尺五寸、 約75センチメートルとある。文化三年、1 8百6年6月に、万州、現、兵庫県阿公の城下に落下した来獣は一尺三寸、約40センチメートルといい、画では、同様に牙と水かきのある足を持つものの、上半身しか描かれておらず、下半身を省略したのか、それとも最初から上半身だけの姿だったのかは、判明していない。 明治以降もいくつかの来獣の話があり、明治四十二年、1909年に、富山県東都並組の谷村、源、南都市で、来獣が捕獲されたと、北陸タイムス、北日本新聞の前身で報道されている。姿は猫に似ており、ネズミ色の体毛を持ち、前足を広げるとは木下に、コウモリ状の飛膜が広がって50件以上を飛行でき、尻尾が大きく反り返って、 顔にかかっているのが特徴的で前後の足の鋭い爪で木に登ることもでき卵を上食したという昭和2年1927年には神奈川県伊勢原市で雨乞いの神と崇められる大山で落雷があった際奇妙な動物が目撃されたアライグマに似ていたが種の特定はできず雷鳴のたびに奇妙な行動を示すことから 来獣ではないかと囁かれたという。以上のように、東日本の来獣の姿は哺乳類に類する記述、及び哺乳類を思わせる画が,が残されているが、西日本にはこれらと全く異なる雷獣、特に、芸州、現広島県西部には非常に奇怪な姿来獣が伝わっている。共和元年、1801年に、芸州五日市村、現 広島県西菊に落ちたとされる雷獣の側かに、または雲を思わせ、獅子の表面は臨場のもので覆われ、その先端は大きなハサミ状で、体長三尺七寸五分、約九十五センチメートル、体重七間九百目、約三十キログラム余りだったという。降下時代の吉海州にも、共和元年五月十日二芸州九日、七里潮浜に落下したという同様の雷銃の死体の、 ことが記載されており、画像参照、五日市と九日市など、多少の違いがあるものの、同一の情報とみなされている。さらに、共和元年五月十三日と記された来獣の画も、あり、やはり鱗に覆われた獅子の先端にハサミを持つもので、絵だけでは判別できない特徴として、免除かに書く優先申し則、除都立場所鱗を移り詰め除鉄と解説文が添えられている。 また、陰州、元、鳥取県には、完成3年、1791年5月の明け方二条下に落下してきたという獣画が、残されている。体長8尺、約2.4メートルもの大きさで、鋭い牙と爪を持つ姿で描かれており、辰の落とし子を思わせる体型から来獣ならぬ、雷竜と名付けられている、画像三章。これらのような事例から、 雷獣とは、雷の時に落ちてきた幻獣を指す総称であり、姿形は一定していないとの見方もある。松浦星山の随筆、甲子屋はによれば、雷獣が大きな火の塊と共に落ち、近くにいた者が捕らえようとしたところ、頬をかきむしられ、雷獣の毒気に当てられて寝込んだという。また同書には、出羽国秋田で雷と共に降りた雷獣を、 あるものが捕らえて煮て食べたという話もある。また同書にある、江戸時代の画家、谷文晁の説によれば、雷が落ちた場所のそばにいた人間は、気が触れることが多いが、トウモロコシを食べさせると治るという。ある武家の中間が、落雷のそばにいたために廃人になったが、文晁が、トウモロコシの粉末を食べさせると正気に戻ったという。また雷、来獣をに。 三年飼っているというものから文長が聞いたところによと、来獣はトウモロコシを好んで食べるものだという。江戸時代の奇談集、絵本百物語にも、雷と題し、以下のように来獣の記述がある。下アの国の筑波付近の山には、来獣という獣が住み、普段は猫のようにおとなしいが、夕立雲の起こるときに竹だけしい勢いで空中へ、駆けるという。 この獣が作物を荒らす時には、人々がこれを借り立て、里の民はこれを、雷狩りと称するという。二良山付近でもこの獣を見る人がおり、江戸中期の学者、荒井白石も随筆にこのことを詳しく記している。関東地方では稲田に落雷があると、直ちにその区域に青竹を立てしめ縄を張ったという。その竹さえあれば、 雷獣は再び天に登ることができるのだという。戦国時代の武将、立花道節は雷に打たれ半身不随になったが、その後も腰に乗って戦い機のような強さを見せたため、雷獣を切った際に半身不随となったという伝説ができた。隠し古典に記録されている雷獣の大きさ、外見、鋭い爪、木に登る。 木を引っかくなどの特徴が実在の動物である。ハクビシンと共通すること、江戸で見せ物にされていた来獣の説明もハクビシン合うこと、江戸時代当時には、ハクビシンの個体数が少なくてまだ、ハクビシンという名前が与えられていなかったことが推測されるため、ハクビシンが来獣とみなされていたとする説がある。 江戸時代の書物に描かれた雷獣をはくびしんだと指摘する専門家も存在する。また、犬や猫に近い大きさである天を正体とする説もあるが、天は開発の進んでいた、江戸の下町などではな森林に住む動物のため、可能性は低いとみなされている。落雷に驚いて木から落ちた桃モモガなどから想像されたとも言われている。イタチ、ムササビ、アナグマ、カワウソ、 リスなどの公人との説もある。江戸時代の新州では雷獣を千年イタチともいい、両国で見せ物にされたことがあるが、これは現在では、イタチや穴熊を採掘して作った偽物だったと指摘されている。かつて、愛知県本郡音和町、現豊川市でも、雷獣の見せ物があったが、同様に穴熊と指摘されている。また、中国神話にはという妖怪がおり、 中国最古の地理書と言われる三海行にはの吠え声は雷の轟きのようだとの記述があるが、このが日本における雷獣伝承の起源になったとの説もるほか、山梨県笛吹市の山梨岡神社に伝来する心臓のように在来の道祖神や山の神に対する信仰が神に結びついて成立した民族も見られる。新潟県三島郡の日聖寺の宝物館には、 自宝として伝わる来獣のミイラがあり、一般公開されている。その由来や伝承は不明だが、体長35センチメートルほどの猫のような姿で、大きく、牙を剥き出して威嚇するような姿勢をとっている。妖怪研究家、ただ勝はこのミイラを見て、猫そのものだったと語っている。日本には、人魚や鬼のものとされるミイラが多数あるが、来獣のミイラの例は珍しい。静岡県でも、 ある旧家の蔵から、雷獣と牧書された和紙に包まれたミイラが発見されており、やはり由来は判明していない。岩手県花巻市の小山寺にも、雷神と札の掲げられた獣のミイラがあり、雷獣とみなされている。一見すると猫に似ているが、猫に比べると死が異常に長く、頭部に眼下がないことから、明らかに普通の生物とは異なるものと言われる。 滋賀県東大西近大町の富士神社は、来獣を祀るという全国でも珍しい神社であり、これには次のような言われがある。かつてこの村は、落雷が多かったが、通りがかりの山伏が、落雷が多いのは村に来獣が住みついているためといい、来獣を捉えるために、地元民に大きな網を作らせ、里外れの森に仕掛けた。すると黒雲が生じて、雷が鳴り始め、どこからか、 赤黒い獣が網の上に現れたので、すかさず捕らえると、それは、くちばしと鋭い爪を持つ、犬のような獣だった。山伏は、鉄杖で獣を叩き殺し、自分の役目は終わったと言って、村を去った。以来、村に雷はなくなり、雷獣を捕らえた森には、祠が設けられた。この祠は雷獣を封じた意味で、封込み、封じ込め神社と呼ばれ。 あとに字が富士に改められたのだという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。